ちは、あいです。今日は前髪のセット3種類をやっていきたいと思います。まずはシースルー前髪からやっていきます。巻きすぎちゃったので、もう一度ブローで少し伸ばしていきます。このブラシはもう私の前髪作りにはもう必須アイテムとなっております。みんなも買ってみてね。で、このぐらい伸ばしたらサイドの毛も一緒に巻いていきます。で、この時サイドの毛は外に流れるようにブローしていきます。こっちもしていきます。で、このぐらいブローしたら次アイロンしていきたいと思います。私は前髪を左右2等分に分けてやっていきます。で、この時にアイロンを下に向けて巻くようにしていきます。この時絶対にやけど気をつけてください。この前やけどして大変だったんですよ。で、サイドの毛もこれは巻くカールの方で、巻くというよりかは流すようにこんな感じでアイロンを下に流していきます。で、こっちも同様に外巻きにしていきます。あんまりやりすぎないのがポイントです。で、真ん中の毛も、あ、もう目がすごいことになってるけど、こんな感じでシースルー前髪は完成しました。簡単ですよね。ということで続いて2つ目やっていきます。はい、2つ目前髪洗ってきました。続いてはセンター分けをやっていきます。まずは2等分につむじで分けてください。そしたらどんどん乾かしていきます。そしてまたこの櫛が登場して、これは上に上に持っていくようにボリュームが出るように乾かすのがポイントです。で、濡れている時にドライヤーをすると本当に型がつきやすくなるので、ドライする時にしっかり型をつけていきます。また目がすごいことになってますが、いい感じに真ん中で分かれるので、その頭のてっぺんの持ち上げたい部分を掴んで、その下に櫛を縦に入れていきます。そしてまたドライヤーをかけて1、2、3、3秒待ったらこんな感じでちょっと持ち上がってくれます。で、反対も同様にやっていきます。で、やったら1、2、3って感じで上がってくれるんですよ。で、そしたらアイロンしていきます。で、さっきと同様にこれもコテを流すように外に巻いていきます。で、私は前髪がちょっと短いので、短いところもちゃんと馴染むようにアイロンを当てていきます。で、反対側も基本的に顔周りの毛は全部外巻きに流すように巻いていきます。あんまり強すぎないカールをするのが私流のポイントです。はい、そしたら完成しました。センター分けはこんな感じです。で、私はたまにセンター分けの時にこうやって耳にかけたりしても漏れる気がしますね。すごい決めちゃってるけど。そしたらセンター分けは以上です。はい、そしたら3つ目、今回は駆け上げヘアをやっていきます。前髪のつむじから後ろのつむじまで一直線につなげて、そしてこの前髪を乾かしていきます。で、乾かす時に私は上に上に持っていくようにボリュームが出るように乾かすのがポイントです。で、乾かし終わったらまたこの櫛が出てきましたね。で、ボリュームを出したい部分の下に櫛を縦に入れて、またまたドライヤーをしていきます。1、2、3、おー、いい感じに持ち上がりましたね。ということでアイロンをしていきます。このぐらい掴んだら、さっきのとちょっと違ってカールを強めに巻いていきます。そうすると後ろの髪の毛にうまく引っかかってくれて、
風に当たっても崩れにくい気がして、私はそんな感じでしています。で、私はまだ前髪が短いので、長い髪と馴染むようにここもしっかり巻いていきますっていう感じで、かき上げヘアも完成しました。どうですか？すごい簡単じゃないですか？っていうので、私はいつもこの3種類の前髪を楽しんでいます。すごい決めちゃったりとかして、これちょっとお姉さんチックな感じの髪型にしたいときはこのかき上げヘアをしています。で、このつむじの上のボリュームがポイントです。決めるの長いな。はい、ということで今日は3つのパターンの前髪ありとセンター分けと、あとはかき上げの前髪を3つのパターンやってきましたが、皆さん参考になれたかでしょうか。ということで今日の動画も見てくれてありがとうございます。ということで次の動画でまた会いましょう。